今日の県内は冬型の気圧配置の影響で冷え込みが強まり、各地で雪や曇りとなっています。今朝の最低気温は福島市鷲倉でマイナス 11.3 度、川内でマイナス 9.4 度など、ほとんどの地点で平年より低い気温となりました。会津若松市では降り続く雪の中、傘を差したりフードをかぶったりして歩く人の姿が見られました。手袋とか、濡れ雪の場合は手袋が濡れちゃうんで、替えを持ったりとかね、そういうのを工夫してますね。日中の予想最高気温は、福島・会津若松は2度、郡山は1度などで、山沿いを中心に雪が降る予想です。気象台は、路面や水道管の凍結、体調管理に十分注意するよう呼びかけています。